よ、刹那圭介だよ。木枯らし巡る愛の名を次からやっていくぞ。これか。結局勢ぞろい、静かになっております。前回演劇がやりたいってことで、文化祭で演劇をやるってことで、それの勉強でセリカに連れられて4人で行ったところ、結局他の2人も集まって6人で演劇を見ますよっていう状態で終わったよな。これほどなくして照明は完全に落ち、いよいよ上映開始だ。暗闇が開けた舞台で役者たちが変わる変わる声を発していく。最近はマイクを使うこともあるようだけれど、やっぱり舞台役者の声ってのはよく通るもんだと感心する。演劇の勉強のつもりで来ていることもあって、物語の内容よりも役者の動きに注目しています。ふとセリカの方を見ると、真剣な眼差しで壇上を見つめていた。将来的に役者を目指しとんかっていう、そういう目つきやな。その手元にはペンと紙が握られていて、要所要所でメモを取っているようだ。やる気満々。え、もしかして事務所に入りたいというかいう願望があったりするの、セリカちゃん。その様子からもセリカの熱心さが伝わってきた。いや、 BGM どっちかって言ったらさ、熱心さは伝わってこないなこれ。むしろ何か裏があるような BGM 流れてますけど。こう熱心に勉強しようと見せかけて、何か裏では別のことを考えとったりせんだろうな。常もモナカも静かに見ているようだし、ひとまず大丈夫そうかな。二人の姿を確認してから俺も舞台に視線を戻した。ねえねえセリカ、あの人絶対悪い人だよね。ふ、毒物がそんな用心に手に引っかかるとは。ブツブツ。気にしない気にしない。あ、危ない、後ろだよ後ろ。志村後ろ。まさか見えていないのか。ということはあれはもはやこの世のものでは。ブツブツ。気にしな。ったく発揮しねえ野郎だな男ってのは。ダメかもしれない。お前ら思い思いのことを口に出すのはあんまり良くないぞ。恐る恐るセリカの様子を伺ってみたけど、全く動じることなく舞台を見据えている。慣れているのか諦めたのか。少し安心してセリカから視線をずらした直後、白井君、突然呼びかけられてハッと振り向く。どうした、トイレは向こうやぞ。セリカは前を向いたまま無表情で言葉を続けた。何をしているの、早くこいつらを何とかしなさい。ああはい、セリカ様の言うままに。やっぱりダメだったようだ、意外と集中力ないな。そんなんじゃ事務所に入れないぞ、タレント事務所には。セリカだけじゃなく周りの迷惑になってしまわないうちに何とかしよう。騒ぐ3人を尻目に、まずは味方を増やそうと雫に視線を向ける。雫、たくまに。一人ぐらいはおると思っとったよ。でもまさか君がそうか。まあそうだよな、夜な夜な料理の勉強してるもんな君は。さてどうしたものか。事態が急に深刻になってきましたよ。やっぱりここは格好撃破が望ましい。先にセリカに直接被害を及んでいるモナカからだ。俺はモナカの肩を軽く叩き、ひっそりと耳打ちをする。モナカ、ちょっと。何？どうしたの？ハルヒト、まさか告白？え、こんな暗いだけで告白？え、告白？誰かに伝えたい気持ちはわかるけど、その場で言っちゃったらその時のセリフとか聞き逃しちゃうよ。全部しっかり見た後で話した方がいいと思わない？うん。でも終わった後だと言いたいこと忘れちゃうよ。それならセリカみたいにメモを取っておいたらどう？俺も一応持ってきたからこれ使っていいよ。そう言って自分が持っていたメモ帳とペンを真ん中に渡す。わ、ありがとうハルヒト。じゃあそうしてみるね。モナカはメモを受け取ると早速書き始めた。これでモナカはおとなしくなりそうだ。よかった、一人目オッケーと。ああ、そこはゼロステップでガンってやるところだろう。うじうじ悩んでるからあいつは。
佐久間は多分簡単だ。というかここまで熱中していると注意するのが逆に申し訳なく感じてしまう。佐久間。うハリーともそう思うよな。隣で雫が寝てるから。限りなく声のトーンを落として伝える。おう。あれ寝てんのか雫。なるほど。たくまのお兄さん効果を利用したな。お兄さんという自覚を利用したな、これ。悪い悪い。夢中になってて気づかなかったぜ。起こしたら大変だもんな。睡眠を邪魔された雫はいつも怒り狂って暴れ出すからな。たくまは雫には甘いので、こういう言い方が有効だ。考えたな、春人くん。みんなことが分かってる証拠じゃないか。というか、これ以外の方法で説得する方が難しい。え？代わりにカレーパンを奢ってあげるからとか言うんでダメな？んじゃ、俺も寝るから、怒ったら起こしてくれよな。お前は慣れしに来とんや、ここに。え？そう言い残すと、まだたくまに、寝息を立て始めるたくま。おいおいおい。こっちの方がうるさかったりすんでないだろうか。まあ、いや、いいんかい。よし、残るはあと一人。スネスだ。寝とるんかい。いや、一人ぐらいは寝てると思っとったけどさ、三人寝てますか。いやいや、しずくちゃんは使えとるけんわかるとするよ。でも、たくまとスネスだはさ、ここで寝るんだったらお前ら何しに来たのっていうレベルやもんな。もう、俺も寝ようかな。ああ面白かったな。何がだよ。夢の中の演劇が面白かったのか。お前夢の中で何を見ていたお前は。下界のものにしてはなかなかであった。お前あのさ、この5人の中で一番最初に感想を言い出すんがさ、寝とった2人ってどういうことな。お前らに感想を語る資格なし。私最後泣いちゃったよ。うわぁ、気持ちよく寝れました。もう雫に関しては寝に来たような感じになってるんやないか、お前。4人が思い思いに感想を述べる。たくまとスネはよくそんな感想が出てきたもんだ。はぁ、なんだかすごく疲れたわ。俺も、セイカの言ってた意味がよくわかったよ。多分映画館に子供を連れてった時の親ってこんな感じなんだろうな。ふっ。でも舞台はとても良かったし、勉強になったわ。おかげさまで前回よりは集中して見れたしね。それなら良かった。なんかさ、セリカちゃんのことがすごい好きなんよな、俺。ちょっと前までしずくちゃん派とか言いながらさ、編集とかしょったらさ、セリカちゃんの方がなんかいいキャラやなって思えてくるんよな、この。クールながらさ、結構表情が豊かというかさ、そういうところ。何気に俺サムネにセリカちゃんを使うんがさ、結構多いんよな。結構セリカちゃん派だったりする俺。じゃあそろそろ帰りましょうか。いろいろ参考になったから学園祭で行かせるようにまとめておくわ。うん、俺も初めてだったから勉強できたよ。また何かあったらお願いできる？ええ、もちろんよ。うわ、この顔何か裏でやってるな。なんか裏のシンジケートと繋がってるような顔してるぞ。その前にたくさん語りかけることがあるからバスに乗ったら覚悟してってよね。ビシッと書き込まれたメモ帳を開くと、村岡が楽しそうに笑う。村岡ちゃん意外と勉強向上心あるなお前。うへぇ。大丈夫よ村岡、白井くんが責任持って全部聞いてくれるから。春人よろしくね。わかったわかった、いくらでも付き合うよ。マラカの全力さを甘く見ていたことを少しだけ後悔した。マラカちゃん結構ヘラヘラしてながら結構真面目なタイプなのよな。だが今回はこれはあだとなるのだ。めっちゃ使える。おお、いきなり学校に戻ったね。早いな展開が。翌日の月曜日、廊下で何やら話し込んでいるマラカを見かけた。さっき会場を見てきたんだけどさ。うんうん、なるほど。そうなると多分スポットで当てられなくて。確かにそれは寂しいかも。どうやら照明の機材について話しているようだった。
わかった。私から二文字先生に相談してみるね。ありがとう。そう言うと男子生徒は去っていった。演劇に関して問題が起こったら全体管理のモナカに一度集約することになっている。全部モナカが解決するわけじゃないけど大変なことだな。すごい、モナカちゃん完全にリーダーシップ発揮しとるんや。すごいな、これがカリスマってやつか。あれ、ハルヒト、ぼーっとしてどうしたの？何気なくモナカの方を見ていたら俺に気づいたモナカが声をかけてくる。あ、いや、なんでもないよ。チラッと聞こえたけど、機材のことで船越先生のところへ相談に。うん、舞台照明は追加できないって聞いてみるつもり。いや、それ船越先生がやってくれるとはちょっと思わんぞ。俺、船越先生そういうの疎そうやもん。大道具にも関わることだし俺も一緒に行くよ。ありがとう。今の時間なら多分職員室でお茶でもすすってるんじゃないかな。そんなの、そんなのんびりした先生じゃないとは思うけれど。マラカと二人で歩き出すと、あ、船越先生。教室に向かう途中だったのか、船越先生とばったり出くわした。む、どうした二人とも。ちょうどいいところに。ちょっと相談があって。なんだ、ラーメンなら怒らないからな。船越先生から見たら絶対モナカちゃんがラーメン好きって思われたのかな。これ謎の返しをされた。いや、俺からしたらそんなに謎ではないわ。モナカちゃんのラーメン好きを考えたら、ラーメンじゃなくて演劇で使う照明機材が足りなくて、このままだとお客さんに絶望される演出しかできないんです。いや、絶望させるっていう演出もまた演出やぞ、モナカちゃん。そういう目指してないんだと思うけどね。それは絶望的だな。学校側で機材の貸し出しってやってないですか？照明か。船越先生は少し考え込んだ後、真顔で答えた。学校にはないだろうな。まあそうだろうな。こんなん置いとる学校なんかそうないと思うぞ。演劇部から借りるったって演劇部やって舞台やるだろうな、文化祭やし。そっか。残念そうに肩を落とすモナカ。学校でなくても何か当てはありませんか？例えば格安で買えるようなお店とか。いや、格安で買えるって。いや、まず舞台照明なんかさ安く買えんって。まず望みは薄いけど、聞くだけ聞いておいて損はないだろう。双子先生また少し考え込んだ後、ボソッとつぶやいた。心って弁当屋知ってるか？え、テスさんのお店？そこなら知ってますけど。てか、なんで舞台照明でそこが出てくるんだ、弁当屋がな。意外な言葉ができていくところに俺もモナカも戸惑ってしまった。まさかテスさん、トイレのテスさん、昔演劇部だったとかそういう話な、あの人。知ってるなら話が早い。あの店に使えそうなものがあったような気がするな。あの店に、てか双子先生行ったことあるんじゃん、あの店。あそこ弁当は売ってますけど照明機材なんて。まあ行ってみろって。でもちょっと意外、双子先生も心の弁当を買ったりするんだ。たまにの。そう言うと先生は視線をすらす。なんだこれ、心の弁当を買いに行く理由は、給料がピンチって、お小遣いがピンチって時にさ、心の弁当は安いから何かねだったらもらえないかなみたいな感じで、そういう心で言われてるな、サム先生。ちょっととにかくありがとう。早速行ってみよう、ハルヒト。よし、今日の会でも寄ってみようか。それじゃあとはよろしくな。ありがとうございました。何気にあの人ちょいちょい役に立つんよな、船越先生。話を終えると船越先生が教室へと入っていく。それを見送った後、モナカがこそっと顔を寄せてきた。ねえねえ、ある人、船越先生のテスさんって知り合いなのかな？弁当会に行った時にはたまたま見かけたんじゃない？狭い町だし知らないってわけでもないだろうし。そうかな。マナカちゃん結構人間関係っていうのよく興味持つタイプだね、君は。なんか少し変な感じだったような。
そう、まさかユナ先生を取り合ったら三角関係の関係だったりするんだ。三角関係の関係だね。三角関係だったりするんかな。ちょっと気になってきましたね、俺も。なんていうか、普段と比べると歯切りが悪いように感じて。マラクが額に手を当てながら首をかしげる、傾ける。あ、まさか双子先生とテツさん、小さい頃にちょっと殴り合いの喧嘩とかしたタイプ、それでちょっと相性悪い。え、デュララの折原イザヤと平和島静岡的な、そんな感じ。とりあえずテツさんの店にあるかもしれないことは分かったんだし。あ、そうだね、テツさんにも双子先生のことを聞いてみよっか。それとハルヒト、もし機材貸してもらえたときはハルヒトが荷物持ちよろしくね。はーい。ちゃっかりしてるな。これもカリスマ性ってやつか。人を動かすのが得意だな。お、 BGM 突然ちょっと聞いたことがないような感じになった。放課後、俺たちは機材を求めて心に来ていた。尻餅ってなんやねいや、ちょっと弁当の名前がちょっとすごい気になるんやけどさ、尻餅ってなんだこれ尻餅赤白ってなんだ尻餅なんかどんな感じになっとんのこれ。これでお餅入ってなかったらさ、ちょっと俺詐欺取ると思うぞお前。あとこれ何、パイ弁当、なんでパイなん。いやらしい意味じゃないだろうなパイって。お前、この前本人には会ったばかりだけど、この店を訪ねるのは久しぶりだ。最近改装したらしく、確かに外装も内装も綺麗に様変わりしているようだ。こんにちは、テツさん。テツさんいます。あ、ハルボーニー、マラカちゃんじゃないか。どうした。呼びかけに応じ、店の奥からテツさんがいそいそ出てくる。あれ、テツさんまた太った。おいおい、大生がそれかよ。相変わらずストレートだなしかもこの間会ったばっかじゃねえか。ただ太ったのは事実だ。いや、事実なんかい。ダメだよ、いくら美味しいからって奥さんの料理食べ過ぎなんじゃないの。そうは言ってもな、あの唐揚げだけはどうしても止まらなくてさ。奥さんってどんな人なんですか。あ、なんだ、気になるのか。すごく元気で綺麗な人だよ、私みたいに。しかも料理がめちゃくちゃ上手なんだよね、私みたいに。へえ、そんないい人とよく結婚できましたね。そんなヤンキーみたいなピアスして、ヤンキーみたいな髪型して、ヤンキーみたいな雰囲気出して。そうなんだよ、俺なんかにはもったいないくらいで。って失礼だろ俺に。よ、ノリツッコミいただきました。大げさにリアクションするテツさんはなんだか楽しそうだいい関係やな、こういう大人の人と。なんか知り合いを超えたような関係になれるって。で、今日はどうしたんだ。あの唐揚げ忘れなくなっちまったのか。あ、そうそう、実はテツさんに相談したいことがあって。なんだなんだ、恋の悩みか。いいぞ、何でも相談に乗ってやるよ。あ、いや、あ、それはまた今度いつになったらこの今度が来るのだろうか。じゃなくて、実は今度学園祭で演劇をやることになって、その時に舞台で使用する照明の機材が足りないんです。学校で聞いたらこのお店になるかもしれないって言われて。おお、そういうことか。それだったらいいのがあるぜ。あるんかい。え、なんであんの。え、俺らがここに来ることをもう先読みしとったりするん。え、エスパー未来予知貸してほしいって話だろ。やったー、テツさんお願いしていい。そりゃあマラカちゃんの頼みならもちろん OK だ。その代わりマラカちゃんの一番大切なものをいただいていくぞ。本当にあるとは、意外なところで解決するもんだ。ちなみにだけどよ、その話って誰から聞いたんだ。テツさんが真面目な顔つきで尋ねてくる。わ、
これもしかして二星先生の名前出したら顔面グーで仲やるんじゃないだろうな。モナカちゃん言っちゃダメだよ。え、担任の先生だけど。そっちか、どっちだよ。まず二択があるのか。え、まさかテスさんそっちかって言ったさ、最初は元った方でユナ先生なんじゃないの。え、やっぱり3人なんか三角関係とかあったんじゃないの。マラカの返答を聞くとテスさんが小声でつぶやいた。テスさん、二星先生とは知り合いなんですか。あ、春人くん、もう二星先生って言っちゃったね名前。え、これさ、その名前は出すんじゃねえって顔面殴られん、大丈夫かな。先生もテスさんのことを知っているような感じだったよね。俺たちが二人の関係について触れるとテスさんは少し苦笑いを浮かべる。あ、いや何でもないんだ、気にしないでくれ。あ、殴られはせんかったけどちょっとなんかデリケートな部分に触ったような感じがするな。今持ってくるからよ、少しここで待っててくれるか。うーん、なんか気になるな。あ、ちょっとマラカちゃん、そろそろあまり触れん方がいいよ。テスさん気が長いけんこんな笑顔でおるけどさ、それがさ3回4回もキッキョったらさ、そろそろ顔面グーで殴られるかもしれんよ。まあうちは誰もが知ってる有名店だからな、いろいろあるってもんだ。そう言い残しテスさんは店の奥へと消えていく。ひとまず機材のことは解決しそうでよかったね。だね、これで絶望されずに済むね。さっきも言ってたけど照明演出で絶望する人はあんまりいないとは思う。そこまで文化祭に求める人がおらんよな。お待たせ。店の奥から再び姿を現した鉄さんは両手いっぱいに大型の機材を抱えていた。おお、でっかいね。だいぶ本格的な機械なんですね。まあな、当時にしては結構いいねがしてたんだよ。ドカッと床に置かれた梱包箱から重量感が伝わってくる。うげ、これ持って帰らないといけないのか、あの坂道を。機材本体と思われる大きな箱が2つと付属品の小箱がいくつかあるようだ。ちょっと重いけど大丈夫か。これは春人くん、そういう力の多いタイプはないねんからな。尻餅っていうか気になるでしょこれ。お弁当屋さんやけんさ、お餅とかあんまり入れなさそうやもんな。それが500円で浮いよんですよ。これ開けてみてさ、お餅が一つもなかったらさ、もう名前詐欺やけんない。大丈夫、成長した春人を甘く見ちゃダメだよ。ちょっとまあ浜中ちゃん、ハードル上げないでくれないか。テスさん、今日で全部持っていくのは難しそうだから、また取りに来てもいいですか。まあ、春人弱気だね。君が強気すぎるんだよ。いや、この場で全部持てたとしても家とかここまでは運べないって。あ、そっか。今さら気づいたか、意外とそういうところを考えてない村香ちゃんである。俺も手伝ってあげられたらいいんだが、最近ちょっと立て込んでてな。いや、ちょっと待ってください、テスさん。俺らがこう話している間にお客さん全然入ってきたりしてないですけど。しばらく店を開けられないんだよ。いや、テスさん、結構ここに長い時間いますけど、お客さん一人も来てないですけど。失礼ながら店自体はそこまで混んでいるわけじゃなさそうだけど、いろいろと事情があるのかな。まあ機材はいつ取りに来てくれてもいいからな。それにしてもお前ら。テスさんがにやげた表情を浮かべる。なんですか、気持ち悪い顔して。まさか僕に惚れてるんですか。やめてください、僕はそういう気はないです。ずいぶんの仲が良さそうだけど、ひょっとしてもしかしてまさかいよいよ付き合いだしてか。はあ、ほう、何言ってるのテスさん。ハリトとはただ一緒で来ただけで。あ、でもマラカちゃん結構まんざらでもないって顔に書いてますよ。そんな関係じゃないってば。でもそんな関係になりたいんじゃないのマラカちゃん、実は。はいはいはい。マラカがあたふたしながら必死で否定する。そうですよ、昔からこんなのだったのはテスさんも分かってるでしょ。あはは、
冗談だよ冗談。お前らはそういう話にはなりそうにないからな。ちょっとからかってみただけだ。でもさ、タイトルがさ、小川氏めぐる愛のないわけやんな。主人公と誰かがくっついてもおかしくないようなタイトルやけんな。テスさんが楽しそうに微笑む。なんかもうただの近所のおっさんになってきてるな、テスさん。まあ確かテスさんってさ、公式サイトで年齢見たらさ27歳ぐらいだったもんな。もうおっさんの年だよな。まあそれじゃあテスさん、改めてまた今度来ますね。ああありがとうね、テスさん。二人でベコイと頭を下げ、いくつかの機材を手にした。他の奴らにもたまには弁当買いに来いって言っといてくれないよな。はーい。ってお前らも結局買ってくれねえのかよ。テスさん、尻餅っていうよくわからん弁当に500円も出せませんって。ああ、マラカと二人で顔を見渡させる。また来ますんで。次は買ってくれないとおじさん泣いちゃうからな。テスさんの呼び声、叫び声を聞きながら弁当屋を後にした。おう、この雰囲気だったら絶対買いに来ないな。あ、どうした？ああ、次の日になったんじゃ。ちょっと展開早いな。せめてさ、次の日みたいな文字が出てきてほしいな。おはよう。あーす。おはようございます。おはよう。あれ、つねは？確かにつねおらんぞよ。見たら、あ、ちょっとごめん、今わかった、今気づいたわ。ごめんな、言われて気がついたわ。つねおらんな。あれ、つねは？いつもの合流地点に着くとつねの姿がなかった。あいつとうとうよくわからん儀式の準備をするために学校を休み始めたか。今日は来なかったわ。いつもは私の家の前で待機してるんだけど。常さだ。お前そろそろ警察ご用意になるぞ。お前珍しいですね。珍しいんじゃ。お出迎えに上がりました姫。今日も眩しくて目がつぶれそうです。こんな感じだよね。マジで潰れればいいのよ。ていうかセリカちゃん潰してやれ。俺が許可する。つね、毎日そんなことしてたのか。通報しようかな。おっと、俺の右手が119って、あ、119はちゃうな。119は消防車だ。消防車呼んでつねさだの頭冷ますためにショーカーってやったろうかな。礼儀というか従順というかアホというか何とも言えない。変なもん食って家とかになってんじゃねえのか。スネスだったらやりかねない。ありえます。こないだカラの草とか食べてました。いやいや、え、そうなん。いや、それさ、中二病でもなんでもないわ。それただのバカやな。お前ホームレス中学生やないか。お前え、なんなん、中二病ってこじらせすぎたらホームレス中学生になるん？え、霧の田村みたいになるん？まあ、放っておいても平気じゃないかしら。いや、もうすでに頭が平気じゃないな、これ。聖火が目を伏せながら耳に髪をかき上げる。扱いが雑すぎる。まあ、いっか、常さただけか。もしかしたら、台本の件で行き詰まっているかもしれない。ああ、そういうことか。なるほどな。ちょっと缶詰状態になってる感じか。少し心配だから俺が様子見てくるよ。一つのことに没頭すると他が全然見えなくなってしまうのは常の癖だ。授業くらい平気で忘れてしまっている可能性がある。なるほどな。面白そうな匂いするから俺も行くぜ。お兄ちゃん、様子見るだけならハルさんだけで大丈夫でしょ。いやー、ほら、あれよ、どっかで厄介事に巻き込まれてるかもしれねえしな。あ、たくま、お前絶対授業を受けたくないからこっちに行きたがるんだろうけどさ。しずくちゃん、連れてけ。そうだとしたら、この貧弱な春人だけじゃどうしようもねえだろ。ただサボりたいだけじゃないの。鋭いセリカちゃん、その通りだ、行ってやれ。いや、
俺の第六感が言っている、辻さんを探せ、トナー。そんな都合のいい第六感はないと思うよ。バカのくせに真面目な辻さんが何も言わずに休みなんで、これは絶対何かあると思うぜ。ちょっと二人とも学校は様子見たらすぐ戻るよ。ていうかこの学校自由すぎて多分遅刻しても遅刻にならないと思う。ああ、学校から弁当がなくなるまでには戻ろうぜ。お昼前には学校に来るってことね。でも大丈夫だって、家まで見に行くだけだからよ。すぐ学校行くからよ。行こうぜ、春人。たくまにバシッと背中を叩ける。ごめん、モナコ、タボシ先生にはうまいこと言っておいて。まあ、タボシ先生だから多分ユナ先生の写真でもあげたら、ホイホイって了解みたいな感じでホイホイって言ってくれると思うから。はあ、わかったよ。先生には春人が美人の女の人3人に逆難されてホイホイついていたって言うとくよ。まあそんなこと気にする先生でもないわね。そうそう、ユナ先生の写真を5枚ぐらいあげればすぐに卒業させてくれるからね。状況が分かったらちゃんと教えてよ。うん、任せておいて。マラカたちと別れ、俺はタクマと一緒に常の家に向かった。あ、やばい、ユナ先生の写真持ってるやつ誰かいたっけ。ま、後でこそっと横から写真、勝手に写真撮るからいいか。ちょっとちょっとあれ、ああ山の中にあるけんかすごいとこ住んでるな常さだお前。びっくりしたわ、なんでこんなところ撮るかなって思ったじゃないか。え、こういうところにあるんじゃ。あ、お寺って確かにこういうところにありそうなイメージはあるけどさ、山奥のお寺なんやな。そうかそうか。よっしゃ、じゃあ今回はこの辺にさせていただきましょうか。よっしゃ、次回ツネサダが家でどんな状態になっているのか。え、布団の中でくるまってさ、ブルブルって震えてさ、もうもはや青鬼のタキシレベルの状態になっとったりするんだろうか。ちょっと気になる、次回が気になる。でもここで終わるからな。というわけでちょっとツネサダがどうなっているかっていうのは次回やりましょう。今回はちょっとあれやなセリカちゃんの出番が少なくて俺は寂しいぞ。バリバリセリカちゃんの班になってしまっている。というわけで皆さん、仕上げ。よっ、俺夏雪、箱庭の歌っていうゲームの登場人物なんだけど、作品の枠超えて出てきちゃったぜ。ここから締めくる愛の名はもう面白いけどな、箱庭の歌ももっと面白いからそっちを見てくれよな。うるさい、他の作品のキャラクターは黙ってなさい。